金髪かな。リゼット男がいる。本当だ。多分あの時は金髪流行ったもんね。
おかえりなさい、さっちゃん。あいうえおは、もう書けるかな？ご本は一人で読めるかな？さっちゃんは、年上のお友達と出歩いて、夜遅くまでお家に帰ってこなくなりました。仲間たちと一緒にいるが、とても面白かったのです。街中をふらふらして、喫茶店にいびり立ったり、一日中ゲームセンターでゲームをしたり、騒いでみたり、怒鳴ってみたり。いってらっしゃい、さっちゃん。ではなくて、頑張って、さっちゃん。ではなくて、どうしたの、さっちゃん。ではなくて、大丈夫、元気出して、さっちゃん。でもない。さようなら、さっちゃん。って。パパがいて、ママがいて、たくさんのお友達がいて、あふれる眩しい光の中。